将棋版だと思っていて、昔の神社の境界をそのまま残している形ですね。大間はね、里宮があるんですけど、里宮はもう少しの便利なところにあるみたいです。ここは奥宮ですね。奥宮ですけど、もともとはここに皆さん来たんでしょうけど、やっぱ時代の移り変わりの中で、そうだね。日本語素晴らしいですね。ちなみにこういう古い参道はなるべく真ん中歩いてください。なんか端歩いて危ないことになると困るので、あの神社の参道を真ん中は歩いちゃいけないとかっていうのは、まあ、大勢の人がいるときに真ん中歩いてたら邪魔だっていうのと、あとあの宮中の聖中っていうのが関係してるんですけど、昔そんなことは言ってなかった。私も偶然から聞いた記憶はないんで、いつぞやから急に言い始めた。滝があるな。滝ありますね。ちょっと行ってみますか。